で、今日ヨルシカの座席の発表があるんでね。これ座席の発表は別に見ない方がいいかな。あ、まあでも詳細まで言うと、あーってなっちゃうか。まあいっか。ちょっと、まあとりあえずね、座席の発表を寝込んで見ていくっていう動画です。で、やっとだよ、もう、あと2日後にはもう、ヨルシカのライブですよ。月光再演ね。チケットを見るでもう座席出るよね。見ます。はい。わからん、わからん。わかんねえ。わかんねえ。近いのかもわかんねえ。ちょっと待って、ちょっと調べます。まあ、ということでね。詳しいところまでは、多分、ぼかしてますけど。まあ、2階のアリーナ。でした。まあ、まあまあ近いっぽいね。なんかバルコニー席っていうのがあるのかな？ちょっとまあこの後ツイッターとかでも見てみて、あ、どんなもんなんかなっていうのを見てみようかなと思います。で、まあいよいよですね。いよいよですね。いい座席っぽいので、わかんねえけど、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。久々のね、ヨルシカのライブ、ちょっと盛り上がってきましたね。はい。ということで、座席発表を見たリアルな、ファンの反応でした。ありがとうございました。